まあ、もともとずっといろんな場所を自転車やカヌーで旅をしてたんですけども、やっぱりこの素晴らしさを伝えたいという思いがあってですね、それでこういった仕事を始めました。ね、たくさんの人がいればたくさんのものが来ます。まあ、楽しみというのはですね、やっぱり日常がずっと仕事が自然の中でできることが僕の中ではとっても気持ちのいい楽しいことですね。と同時に大変なことで言えば、まあ、子どもたちにしろ、ゲストで来られる大人の方にしろ、まあ、命を預かるわけですから、それはすごく責任もあるし、逆にやりがいもあるなと思っています。子どもたちと一緒にやってることっていうのは、まあ、楽しいこと、もちろんその大変なこともありますけども、一緒に遊んで僕が楽しいと思ったことを一緒に共有したい、美しいなと思ったところに連れて行きたい、そういったその経験っていうのをたくさん積んでほしいっていうのが僕の思いなんですね。ただこの海の学ぶっていう行為はですね、終わりがないんですよ。もう到達点じゃないんですよ。自然のことを知るっていうことはですね、これは一生勉強であるし、個人ではいろいろまあ、それが冒険と言われるのかもしれないんですけども、チャレンジをしていきたい、その中からどん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 自分も成長していきたい、で成長したことをまた還元していくっていうことが大事じゃないかなと思います。まあこの瀬戸内海があるから僕も今いると、それも脈々とつながれてきた、歴史であり僕の血のようなものですよね。海と日本。